などジャニーズ事務所の様々な実態につきまして全てを暴露する過激な内容となっております。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、七橋けんけんです。本日もけんけん TV やっていきたいと思います。今日も今日とてジャニーズウィークでございます。何しろね、マカロンとかインスタグラム質問コーナーでのジャニーズ旋風が止まないんですよ。いや、ぶっちゃけプラス方面、ポジティブな案件として僕の元にいっぱい投稿が寄せられるんだったらやってて嬉しいですけども、平たく言うと気違いのおじいさんが少年を襲っていた物語についてですからね。ある意味ホラー映画やドラマなんかよりよほど恐ろしい出来事ではありますけどね。当事者は亡くなって罪を償うことなくあのように言っていますから。まあこのチャンネルで随分前に動画にさせていただきました。この世の中に因果応報というものは存在しません。公正世界仮説ですを身をもって証明してくれました人物ではありますが、いい気はしませんよね。報告書の内容や被害者の声を聞いていますと、本日はカウアン・オカモト氏よりもずっと昔に告発していました人の話になります。どれぐらい前からジャニー喜多川氏がそういうことを誰にやってきたのかという動画になります。まずはいつものようにマカロンを読んでいきましょう。ジャニーズ問題を多分一番最初に告発した故喜多浩二さんの残した動画を見ました。親まで騙してと怒りに満ちた表情で話していたのが忘れられません。そして角川の新人女優コンテストの最終選考に残ってデビューの話もあったけれど、親の反対で芸能界入りしなかったいとこを思い出しました。親は心から我が子の幸せを思っているのにね。次、村西徹監督もトシちゃんやマッチ時代からジャニーズ性加害事件について暴露されていたらしいです。確かに喜多浩二さんの告白動画も村西徹監督の名前があります。ケンケン先生にも動画を見てもらって読み取りしていただきたいです。よろしくお願いいたします。次、ジャニー喜多川氏による性加害、フォーリーブスの喜多浩二氏34年前の告白ビデオの動画はご覧になられましたか？60年以上にわたり続けられてきたらしいですが、ほぼ全タレントがやられているのではないでしょうか。先生も暴露お願いいたします。もう一通、今話題になっていますジャニーズ問題でふと気づいたのですが、ずいぶん前にジャニーズを抜けました。郷ひろみさんや田原俊彦さんもいわゆるそういうことが嫌だったから離脱したということなのでしょうか。はい、こちら4名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。もう最近ジャニーズ関連の質問をもらいまくりますから、僕もネット上である程度調べています。適当なことは話せないですからね。しかしこの度いろいろと調査してみたところ、僕は一切知りませんでしたが、今話題になっておりますフォーリーブスの喜多浩二さんだけではなく、かなり昔から告発本を出版されていた方もいらっしゃいました。しかしマスコミはそれを報道しませんから、僕らの見聞に届くことがなかったのでしょう。本日は時系列にジャニー喜多川氏の被害者を語っていきましょう。今回の動画も結構内容はきつめですから、エログロ系が嫌いな方は視聴をやめておいた方が無難だと思われます。大丈夫な人のみ最後までお付き合いください。それでは本日の項目です。項目1、中谷亮さん。項目2、喜多浩二さん。項目3、小谷純さん、柳瀬香織さん。項目4、郷ひろみさん。項目5、豊川嬢さん。項目6、田原俊彦さん。項目7、平本淳也さん。項目8、木山翔吾さん。項目9、岡本健一さんの9項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、中谷亮さんです。実は今回マカロンをいただいておりましたフォーリーブスの喜多浩二さんより古くから性加害を受け、さらには暴露本を出版されていた方もおられます。それが中谷亮さんでございます。僕も全くこの度調べてみるまでは知らなかった方です。中谷亮さんは初代ジャニーズのグループでございます。1962年昭和37年4月に結成されています。ジャニー喜多川氏によります性的虐待はジャニーズ事務所の歴史上途中から始まったわけではなく、最初の最初から存在していたということでございます。もともとはアイドルグループではなく野球チームのメンバーですからね。被害状況につきまして話していきましょう。ジャニーズ事務所を創業しましたジャニー喜多川氏ですが、その初代ジャニーズのメンバーでした中谷さんが1989年にジャニーズの逆襲という暴露本を発表されておられます。その中ではジャニー喜多川氏からの性的虐待につきまして赤裸々に綴られております。なんと中谷さんは御年11歳、小学生の時からすでにジャニー喜多川氏からの性的被害を受けていたと告白しています。中谷さんがジャニー氏の自宅を伺った際、こうすると気持ちいいはずだよという言葉とともにジャニー氏に朱印をされたと語っておられます。ジャニー氏の性的虐待は事務所創立当初からのものだったという証明ですね。はい、という怒りすぎているジャニー喜多川氏、最初から最後までずっとやり続けました。ビジネスでの成功というよりは自分の欲望を叶えるために事務所を運営し続けていたのかもしれませんね。それでは次の人物です。占いバスターズ。項目2、喜多浩二さんです。
最近話題になっており、本日のマカロンでも問い合わせが多かった北浩二さんですが、ジャニー氏が1967年にデビューをさせ、一世を風靡しましたフォーリーブスのリーダーでした。その北浩二さんが1988年に光源氏へという暴露本をリリースしております。内容はジャニー氏からの性的被害を告白しました暴露本でございます。北さんが部屋で一人で寝ていますと、黙ってジャニー氏が潜り込んでくる。そしていつものようにぬいぐるみを愛撫するように俺の体を探ってくるとジャニー氏からの性的被害を受けていましたことを暴露しています。北さんはジャニー氏と二人暮らしをしていた時期もあるということでして、航空成功、スマタ、肛門成功までもがあったという事実まで暴露本に綴っております。北さんにつきましては書籍だけではなくビデオでも発言されております。僕にもその動画を見てほしいとの依頼もありましたので、そちらを先にご覧いただきましょう。それではどうぞ。正直言って我慢しなくちゃいけないっていう雰囲気作られちゃって、この人の言うことを聞けないとデビューできないんだ、実際にデビューさせてやるってことを聞いてましたから、この人の言うことを、ジャニーの言うことを聞かないとデビューできないと思ってましたから、一番やっぱしジャニーに考えてもらいたいことは、ジャニーじゃなくてメリーにも考えてもらいたいことは、20年間まだ同じことを繰り返してるってこと。僕はそれを言いたい。だから騙すのはよくねえって言うんだよ。その子供だけじゃなくて親までも騙してさ、俺が告白なかったらどうなる？やめろよ、もう繰り返しや、やめろよ。正直言ってね、書いてくれるのは何社しかいないよ。新聞は書いてくれんわな、それから女性週刊誌は書いてくれん、テレビはレポーターは何もやってくんない。これから新しく生まれる未来ある若手の若い子がまた同じ目にあって、それも親も知らずに、ジャニー事務所だから安全だとか、そういうことは絶対ありませんから、それだけ言っときます。はい、というものでした。いかがでしたでしょうか。全く嘘偽りなく未来のジャニーズに入所してくる方のことまで考えてこの時期に発言をしている北浩二さんは立派ですね。宗西監督もこんなビデオを撮って発売していたんですね。二人とも勇気が必要だったでしょう。正直この当時でしたら防滞法もまだなかったはずですから、下手したら二人ともさらわれたり消されたりする可能性も全然あったと考えられます。いや、これ結構真剣に僕は話しています。カウアン・オカモト氏とひろゆき氏の対談で、ひろゆき氏が映像を出したらカウアンさんがたまたま交通事故に遭う可能性もあったりするのでって話していた部分、この令和の時代でもそう言われるんですから、当時だったらガチガチにある話だったでしょう。北さんの暴露本の話の続きに戻りますが、フォーリーブスは結成当時小学6年生でした永田英二さんが脱退しまして、次に青山隆さんが加入しましてレコードデビューになったのですが、全項目で話しました。初代ジャニーズの中谷亮さんが11歳の時から被害に遭っていましたことを考えますと、永田英二さんの脱退理由もおそらくはそっち方面の問題ではないでしょうか。北さんの暴露本光源氏へはベストセラーとなりました。その後このシリーズ10冊もリリースしているんですが、当時はマスコミ報道は全くありませんでしたから、この当時からいかにジャニーズ事務所がマスコミ相手に強大な力を持っていたことがわかりますね。ベストセラーになっているにもかかわらず、メディアでは報じられていないと世間にはそこまで浸透されないんですね。時代も味方していたのでしょう。現在の SNS がこれだけ溢れ返っています世の中でしたら、即アウトで被害はここで終わっていたかもしれません。それでも少しは影響力があったのか、その時人気が絶頂でした伝説のグループ光源氏の人気が急に失速しましたのは、北さんの暴露本が原因だったのではないかと言われておりますが、真相は不明です。北さんはその後1979年に覚醒剤取締法違反で逮捕され、2012年2月22日に63歳で肝臓がんでお亡くなりになられました。北さんは最後にどうしても言わせていただけるなら、ジャニーさん、メリーさん、ありがとうございました、感謝していますという言葉を残しました。カウアン・オカモト氏も同様の発言をされていましたが、性加害を受けていたにもかかわらず感謝していたというのは僕らにはちょっとわからない不思議な感情ですかね。ただ北さんの発言は嘘ではないと思います。それでは次の人物です。項目3、小谷純さん、柳瀬香織さんです。申し訳ございません。こちらの方とグループ名も今回調べてみるまで一切知らない方でした。
1969年末に結成されましたジュークボックスというグループの小谷純さん、柳瀬香織さんです。ホーリーブスのバックを務めていたらしいです。全項目の北浩二さんが発売されました10冊の書籍のうちの1冊、さらば光源氏の中ではジュークボックスのメンバーでした小谷純さんと柳瀬香織さんも当時のジャニー氏より受けました性的虐待についてその詳細を語っております。小谷さんは後楽園遊園地で行われていましたホーリーブスのショーを見に行きました際にジャニー氏にスカウトされましたのがジャニーズ入りのきっかけらしいです。遊園地内のたくさんの乗り物に乗せてもらい、いきなりホーリーブスを楽屋で紹介されまして、ユーも仲間にならないかいと言われ舞い上がってしまったと言います。そしてホーリーブスやバックバンドと一緒にジャニー氏が運転しますマイクロバスに乗って合宿所について行ってしまいました。家族には友達の家に泊まるよと嘘をつき合宿所に泊まることになったと言いますが、なんとその当日からジャニー氏は連日のように小谷氏の肉体をもてあそぶようになったそうです。初日こそ未遂に終わったらしいのですが、翌日も泊まることになり、小谷さんの言葉をそのまま読ませていただきますと、するとその夜にもやはりあの行為があったわけだ。ジャニーさんが僕のものを口に含んでいるのが分かったわけ。なぜこの人はこんなことをしているのか、それさえも分からない純粋な少年だったんだ。当時13歳から14歳の小谷少年はあまりの驚きに恥ずかしさよりも疑問で頭がいっぱいになったと言います。ですがそれがさすがに普通ではないことくらいは分かってきました小谷さんはジャニー氏を避けるようになりますと、もうグループサウンズも終わりだよ、そろそろホーリーブスも解散するから、その時はユーもグループに入れてジュークボックスとして売り出す企画をしているんだ、バンドとして力を入れてあげるから一緒にやっていこうね、すぐに大スターになれるんだよ、というそんな甘いささやきにジャニー氏の悪魔の行為を拒否する力を奪われてしまったと言います。エスカレートしますジャニー氏は小谷さんのお尻にも執拗に迫ったらしいのですが、その最後の一戦だけは拒否し続けました。同グループの柳瀬さんの証言も実に衝撃的です。柳瀬さんがバイクに乗り事故を起こしまして入院しました。まだ体が動かず朦朧としております中、柳瀬さんの目の前にジャニー氏は大きくなった男性自身を押し当ててきたというのです。こちらも柳瀬さんの口調でそのまま読ませていただきます。それどころかジャニーは俺の口にいきなり立ったそれを無理やり入れようとしているんだぜ、全く悪夢だよ。以降柳瀬さんはジャニー氏を避けるようになり、デビュー後もジャニー氏の欲求を拒否し続けましたが、そんな柳瀬さんにジャニー氏はねえカオル、ソロにしてあげようか、やってみたいんだろうと甘い言葉を囁いてきたと言います。それでも拒否し続けました柳瀬さんは、なんと給料がもらえず、その後もらえるようになっても他メンバーよりも少なかったと言います。体を許さない分だけ惹かれているかのようだったと語りました。ジャニー氏の卑劣な行為の数々に驚かされるばかりですね。それでは次の人物です。項目4、郷ひろみさんです。高校1年の時に家族で映画を見に行った帰り、ホーリーブスのマネージャーにスカウトされ、彼らの合宿所に出入りするうちにジャニーズ事務所所属となったと話していましたが、実際はオーディションで落選しました。潮祭の会場で出会いましたジャニー氏に惚れ込まれてスカウトを受け、ジャニーズ事務所に所属になったことが本人談で明かされています。合宿所では他の寮生たちと違い、一人だけジャニー氏と同じ食事メニューを与えられるなど超 VIP 待遇を受けているくらいジャニー氏から気に入られておりました。やはり性的虐待も繰り返されていたと噂されており、1975年にジャニー氏が体調不良で3ヶ月間入院している間に突然バーニングプロダクションに移籍しました。おそらく逃げるチャンスがここしかなかったのでしょう。退院した時にはお気に入りの郷ひろみさんが事務所から消えていて、ジャニー氏は未練タラタラだったという話です。うまく逃げられてよかったですね。それでは次の項目です。項目5、豊川城さんです。こちらの方も今回まで知りませんでした。豊川城さんは兵庫県姫路市の児童養護施設で育ち、高校生の時にジャニー氏からスカウトされてジャニーズ事務所に入所しました。1975年に汚れなきいたずらでデビューしたものの、1980年にジャニーズ事務所を退所されています。1997年に一人ぼっちの旅立ち、元ジャニーズアイドル豊川城半世紀を発売し、ジャニー氏から性的虐待を受けていたと発表しました。しかし豊川さんは前妻との間に生まれました息子をジャニーズ事務所に入所させようとするなどしており、性的被害を受けていたにもかかわらずジャニーズ事務所を認めていたのかもしれませんね。それでは次の項目です。項目6、田原俊彦さんです。
このあたりは僕でもバチバチにわかりますね。教師ビンビン物語世代ですからね。田原俊彦さんは高校に入学した直後の1976年にジャニーズ事務所に履歴書を送りましたが、返事が来なかったため、事前連絡することなく、東京の事務所を直接訪問しました。スタッフからジャニー氏の居場所を教えられ、日劇へ行き、ジャニー氏本人と直談判の末に、入門を認められました。田原さんはジャニーズ事務所の中でジャニーの旦那様と呼ばれていたと言います。この旦那様というワードですが、肉体的に男役でジャニー氏を喜ばせ、タレントとしても稼いでジャニー氏に貢ぐ存在のことをそう呼ぶそうです。ですから田原さんはジャニー氏のことをジャニーと呼び捨てにできたと言います。田原さんは1989年に週刊誌フォーカスに全裸写真がスクープ報道されることになったのですが、その写真はジャニー氏が撮影したものだそうで、他のジャニーズタレントもジャニー氏に裸の写真を撮られますのは当たり前のことだったらしいです。田原さんは皆様も覚えているかと存じますが、1991年1月にジャニーズ事務所から独立されました。ビッグ発言で大バッシングを受けて、少しの間芸能界から干されていましたが、こちらは本当にこの発言が原因だったのか、ジャニー氏からの嫌がらせがあったのかは定かではありません。それでは次の人物です。項目7、平本淳也さんです。平本淳也さんは1980年、中学2年生の時にジャニーズ事務所に入所し、19歳までジャニーズ Jr. としてバックダンサー活動をしておりました。平本さんは1996年に、ジャニーズのすべて、少年愛の館という暴露本を発表されました。こちらもシリーズ3部作で20万部を突破しました。以前の動画から話しております。2023年3月の BBC ドキュメント番組に出演されました際には、平本さんはジャニーズ事務所の合宿所に出入りしておりましたが、ジャニー氏の擁護発言を繰り返していました。カウアン・オカモト氏や北浩二さんと同じく性的被害を受けましたものの、感謝はあったのかもしれませんね。それでは次の項目です。項目8、木山翔吾さんです。木山翔吾さんは1987年にデビューしまして一世を風靡しました光源氏の幻のメンバーと言われている方ですね。木山さんは2005年3月に著書スマップへ、そして全てのジャニーズタレントへという本を発売されました。確かにこの本の表紙にも元光源氏木山翔吾と書かれています。こちらの本の中ではかなりエグい性被害を告白されておられます。そのまま文章を読ませていただきますと、僕はジャニー北川の愛人だった、15歳から17歳にかけての2年間僕はこの老人の性の奴隷だったというびっくりするような書き出しで本はスタートします。性的虐待、ホルモン注射、盗聴器などジャニーズ事務所の様々な実態につきまして全てを暴露する過激な内容となっております。木山さんは高校1年生の時にジャニーズ事務所の研修生の友人から紹介されまして、ご本人もジャニーズ事務所に入所されました。その友人の履歴書に貼ってありました写真にたまたま小さく写り込んでいました木山さんをジャニー氏が見つけて気に入って呼び出しました。そして木山さんは合宿所に連れて行かれて、ジャニー氏に泡風呂の中で体を入念に洗われました。こちらはジャニーズでは泡風呂の儀式と呼ばれています。ちなみにこちらのアーブロの儀式を受けるのを嫌がったためにクビにされたジュニアも多かったということです。それでもアイドルでデビューしたかった木山さんはジャニー氏からの全ての性的虐待を受け入れました。当時の年齢で言いますとジャニー氏は50代半ばでした。木山さんは父親くらい年齢の離れました男性から性的虐待を受けましたので、ダメージは相当残ったそうです。しかしながら本の中で木山さんは親には言えなかったと綴っておられます。ジャニー氏に気に入られ、常時ジャニー氏の膝の上に乗せられます愛人のような生活を送りました。そのせいもあってかトントン拍子にデビューが決まり、光源氏のメンバーとして撮影も終了していたと言いますが、デビュー直前でジャニーズ事務所を退所されました。木山さん本人は女性ホルモンの注射を打たされますことに恐怖を感じたのでジャニーズ事務所を退所されたと語っております。それでは最後の項目です。項目9、岡本健一さんです。岡本健一さんは1988年にジャニーズ事務所からデビューしました。4人編成の男性アイドルグループロックバンド男組のメンバーでございます。木山翔吾さんによりますと、ジャニー氏のことをジャニーと呼び捨てにできます。田原さんの項目で解説しました旦那様であったジャニーズタレントは3人いたと言われております。田原さん以外の1人が元男組のメンバー岡本健一さんです。岡本さんはジャニー氏の大のお気に入りで、岡本さん自身もジャニーと呼び捨てにして甘えていたということです。はい、ということで本日は今までに発売されています暴露本からデータを拾ってきて解説させていただきました。今やっとここまで動いて大事になっておりますが、すごい昔から告発が実際に行われていたということが分かりました。今回の動画で9つの項目で解説しました話は最近表に出た話ではなく、実はずっとずっと過去から公開されていたものです。しかし出版されていましても、
メディアやマスコミが隠していましたら、なかなか世間には広がらなかったのでしょう。悪の根源、ジャニー喜多川氏はもうこの世にいません。何も罪を償うことなく、幸せで充実した人生だったでしょうね。今残されました方たちは大変ですが、きちんと被害者に賠償して事務所を畳んでもらいたいですね。これだけのことが明るみに出て、事務所を存続させようとしているジュリー氏も、まだ残っている大きな悪ですね。はい、ということで今日は北浩二氏を含みます。これまでのジャニーズ暴露の実態を語らせていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金すべて無料ですから、気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。